3T は3人兄弟で結成されたアメリカ合衆国のボーカルグループ。父親はジャクソン5のギタリスト、キト・ジャクソンでマイケル・ジャクソン、ジャネット・ジャクソンの甥にあたる。メンバー3人の名前の頭文字が T であることから最初は 3Ts とし、後に現在のグループ名にした。幼い頃から父や叔父の仕事に参加し、その頃からミュージシャンを目指すようになる。1989年、ジャクソンズのレコーディング参加を皮切りに、グループとして活動を始める。1994年、母親が交際相手宅のプールで、溺死体で発見されるという痛ましい事故が発生する。この事故は後に、交際相手による他殺と判明した。その後、兄弟は母へ捧げるために、アルバム制作を開始する。1995年、マイケルの設立した MJJ プロダクションズからデビューアルバム、ブラザーフッドをリリースし、全世界で300万枚を売り上げた。その後、6曲がシングルカットされ、アメリカで1曲、イギリスで4曲がトップ10入り、当時のアメリカの音楽シーンでは受け入れられなかったが、ヨーロッパでは大成功した。翌年1996年にはヨーロッパで年間売上2位を樹立した。1997年、長瀬智也のソロシングル、智也 with 3T、エターナルフレームでバックコーラスとして参加などの活動を経て、セカンドアルバムの制作にかかり始める。ところが、ソニーミュージックとマイケルの確執問題や母親の裁判などで思うように音楽活動ができなくなる。そんな混乱の中、レコーディングは続けられ、アルバム、デジャビューは完成。1999年に発売予定だったが、ソニーとの確執問題は、泥沼化し、お蔵入りとなる。現在でも、権利をめぐって争われている。2002年にレコード会社との契約を解除した。2003年に TF1、NRJ と契約。以後、ヨーロッパでの活動が中心となる。2004年、セカンドアルバム、アイデンティティと2曲のシングルをヨーロッパ限定でリリース。2008年、iTunes Storeと Amazon.com がダウンロード販売し、全世界へ配信した。2009年に A&E TV のリアリティ番組、ザ・ジャクソンズ・A・ファミリー・ダイナスティに出演。2010年1月31日に行われた第52回グラミー賞受賞式で、マイケル・ジャクソンに特別功労賞が贈られる際、マイケルの長男プリンスと長女パリスらと共に3人揃って登壇し、翌日行われた We Are the World 25 for Haitiのレコーディングにも参加した。2009年3月10日、タリル・ジャクソンがTwitter フォローめという歌を作り、発表する。2013年5月にタジ・ジャクソンが子供の頃に母方の叔父から性的虐待を受けていた過去を告白した。2013年6月17日、タジ・ジャクソンが婚約者タイアナと結婚。父、ティトや叔父マイケルが青春時代を過ごしたヘイブンハーストの家にて家族だけでのパーティーが行われた。上記の告白から1ヶ月後の結婚であり、タジがタイアナとの結婚を喜ぶあまり涙した様子が写真撮影され、SNS にアップされた。またこの日程は、父ティト・ジャクソンと母 DD の結婚記念日と同じ日付であり、母親思いの人柄が現れている。2015年10月、3T による DD ジャクソンファンデーションというチャリティ財団が設立された。生前にチャリティに力を入れていた母 DD の意思を受け継ぐ形となった。2016年9月10日、アルバム、Chapter IIIを発売。3はよく見ると、I が3つ並ぶという、3T らしい表記である。2016年9月16日、オランダ・アムステルダムにて、アップクローズ&パーソナルというショーが行われた。Twitter などの SNS では、自身たちのファンを、チーム 3T と呼んでいる。ありがとうございます。